どうも、スマッシュログ TV です。お願いします。お願いします。はい、今回は大好評キャラ対シリーズということで、はい、勇者、はい、ツッコめよツッコミが不在だったケプトカライトがいればはい、ということで、じゃあ画面も使って通算にね、今日いるんでメインにやってもらおうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこれは気をつけろって技なんかありますか？え、全部最強や。やっぱ対策すべきじゃん。だって技が多いから、あ、そうね、その差を簡単には、ね、説明できないんだけど、とりあえずコマンドが一番やばいですよね、うん、どう考えても。まず飛び道具からいきますか。そうだね。じゃあまあイオナズン、あ、これ絶対幼稚な、何ダメージ、これ30ぐらいだっけ。これ35だ。これ当たったらもう勝てないです。単発35で魔人剣とかそういうレベルじゃないの？あとベギラマ。ヒラクタミ出てくる。ヒラクタミなんか出てくる。これも一瞬でポンってほらほら。強い。31.5。これそんな入るんだ。へえ、強いね。知らなかった。知らなかった。やっぱ人いないからね。うん。まあラリホーは絶対さ、これもおしまい。これもめマヒャドギリとか。これってさ、逆側にも切れるよね。逆側にも切れる。もうイオナズンとかもうこっちにこう来てくれるだけ。そうそうそう、シーステでもう弾くと、もう弾いた方向にポイって飛んでいくと。じゃあまずどうすればいいかっていうと、まあ、ベギラマだけ警戒しとけば、とりあえずは何来ても大丈夫じゃん。なんでイオナズン、まあ、イオナズンよりベギラマの方早いじゃん。あ、確かにだからイオナズンは反応できる前提なんだ。そう、これはもうもう早すぎて無理じゃん。ハットがないといけないってことね、ガード。そうそうそう、できるだけ直線上にいないことが大事じゃない、あ、勇者の。あ、だからガードというよりはちゃんとジャンプとかしといてみたいな。相手がコマンド出しそうだならもう、そうそうそう、浮いといて、ね、そういつでも避けれますよみたいな、はいはい、雰囲気を出しとくと。コマンド以外のさ、魔法も強くない？コマンド以外そっちの方がやばくない。このメラとか、そうメラゾーマとか、その、まあ、これもやばいけど、やばいんだけど電気の方もやばいじゃん。電気、これ。そう、これ。これ特にやばいね。これじゃない？これ立ち回りこれからなんじゃないかなちょっと思ってたんだけど。違う。25.2 ってやばいね。ねえ、しかもこの距離よ。確かに。キャンディ半角なしでしょ？ないよね。こんなあるの？まあこういう距離ならあんまりない、ね。しかも反射もできない。反射はできない、ね。おいおい。なぜか。降ってきてるじゃん、雷。なぜか。まあじゃあ一応これはどっちに舵を切るべきなのかをまず聞きたくて、っていうのは、うん、MP を枯らしに行った方がいいのか、うん、また別の対策というか。そもそもコマンドを出される距離だとかなり不利。まあ貯めるとかね、もうこういう自己強化系もあるから。そうだよね。もう こうなったらもう回復もされる。すごい引いてるじゃん。ハイキューとやられたらもうね、45入ってますからね。そもそもコマンドを出させないようにしないといけない。じゃあ魔法使うのを黙って見て MP 切れるまで待つというよりは、うん、そもそも打たせない。そう、割と密着気味に攻めた方がいいかもしれない。はい、はい、そうだね。なんかキャラクターで言うとやっぱフォックスとかウルフはかなりいけるんだよ、うん、じゃあ剣も結構いけるんですか？まあこっちのターンさえ入れれば、うん、密着さえ作れれば割と恐るに足りない。コマンドってさ、もう打つか打たないかしかないよね。ガードでキャンセルとかあるの？キャンセルできる、キャンセルできる。あ、ガードあるんだ。あ、ガードもあるの。ジャンプもできるし。あ、そうなの、意外と銃効くのね。回避ができないんだよね。はい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 。あー、へえ、それは結構面白いね。呪文とかコマンド系に対しては、うん、近距離に行くのが回答の一つだってのがあったんだけど、うん、そしたらそのさ、さっき竹田さんが言った通り武器とかの地上の拒否、うん、密着するのを拒否してくる勇者にどうするかっていう話だと思うんだけど、逃げ性能自体はそこまで高くない、うん、足もそこまで速くないし、空中も結構遅い方だし、単発もね、うん、まあフレーム重めだしですよね。暴れ技もないから、うん、まあ、せいぜいバギー。これはね、かわいいよね。まあこれはもう食らってもね、うん、これだけかわいい、かわいい。結構飛び込むのはじゃあありなんだ。割と飛び込むのはありかな。飛び込むか、まあガード張って頑張るか。そうだね、打ち落とす性能自体そんなに高くないから、うん、そうだね。まあ食う前結構発生遅いし、食えぬもね。ガー系優秀なやつだったら別に密着でガードしてもいい気はするけどな、うん、上り食う前とかがちゃんと当たるキャラだったら、うん、なんかこうやって解剖していくと立ち回りはそんなでもねえな。やっぱり呪文以外は大したことないから。呪文以外は大したことないね。技の発生自体も悪いし、うん、かなり悪いし。やっぱり勇者の怖さっていうか、
みんなが負ける原因は呪文にあるんだろう。そうだね。こういう時に掴まれて投げられてこうやって自己強化的なのをされるともうやばいよ。分かった分かった。この自己強化なしに話をしてるのがおかしいこのキャラ貯めると倍切るとは、うん、まあしょうがない。しょうがないと割り切るか。しょうがない。どうなの、消えるのを目指した方がいいのかな、倍切るととかって。ああ、そうだね。倍切ると自体は別に悪くないというか、勇者の立ち回りが強化されるわけじゃないじゃん。まあそれは確かに。ただ、うん、技の威力が上がるだけというか、勇者の被弾ダメージも増えるんだよね、バイキルと。あ、そうなんだ。だから、まあチャンスといえばチャンスだね。立ち回りで勇者が勝てるってあんまりないから、うん、バイキルとはむしろチャンスかもしれない。なるほど。ちゃんと差し合いができるキャラとかだったら、そう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 、落ち着いて一個一個拾っていった方が、うん、問題なのはピオリムなんで。あ、ピオリムね。ピオリムは本当に立ち回り自体が強くなるしソニックより速いですかね。ソニックより速いから。ピオリムされた時はんー、まあしょうがない、見えないから。これも消えるの待ち、これ消えるの待った方がいいかな。一応技を置いとくとか。まあ技を置いとくのもいいけど、うん、普通にこいつダッシュ上強とかがすごい広いから。ああ、ジャンプ飛び込み読みで空中で技を置いてるともうダッシュ上強で潜り込まれるみたいな展開もあるから、こうやって受けるとこんな感じ。はいはいはい。確かにすごいね。そう、一気に潜り込んでくる。広いし。そう。しかも飛び込みのクエンとか当たっちゃうともう運ばれていくしね。そう。運ばれちゃうからこんな感じ。下手したらもう外まで出されちゃうから。うん。ピオリムはもうしのごうって感じかな。そうだね。バイキルとはワン。バイキルとはまあ殴り合うのも一つあり。うん、そう、うん。まあ嫌だったら逃げてもいいし。ちなみに貯めるは、貯めるは割とどうしようもないで、これ消えないじゃん、だってこれは殴れはね、消えないね。1回ぐらいガードするなら全然大丈夫。まあまあまあ、バイキルトと組み合わせらない限りは大変なことにならないのか。ガードでしのぐのもあり。まあ、貯めるとバイキルトはさすがにやばいんだ、結構もう食うことでかなり削る。これはさすがにやばい。これは何、まあこれはまあしょうがない正直、うん、これはまあガードしないでしのぐしかない、ね、バイキルトが消えるまではガードしちゃダメ。貯めるは消えないけどバイキルトは消えるもんね。なるほどね。そうそう、 F と思ったんだけどさ、貯めるって何でもさ攻撃殴ったら消えるやんね。うん、崖出してさバギに当たりに行くとかありなの。あ、でも呪文は消えないかな。あ、そうなの。物理だけ。そう、あ、雷電とか電影系は消える。あ、やっぱ電気はその反射魔法じゃないんだよね。なるほどね。内側に勝手コライスされてるんだよね。でも確かにそう感じたらさ、溜める中は打ちたくない技とかもあるわけだよね。溜める中は打ちたくない技、うん、この技に溜めるを使っちゃうのはもったいないというかさ。あ、まあ電気はそうだし。そうだよね。そういうのを一応頭に入れとくと立ち回りやすくはなんのかな。確かに確かに、うん、これは減るだろうなっていう、うんうん、溜めるした後に電源系するのはかなりもったいないんで、ラインで全然くれるんだったら OKOK。 あ、じゃあこれは結構でかいんじゃない。溜める中は電源系はまあ、うん、勇者目線だと実は使いたくない、うんうん、やっぱり、ね、聞いてるとどうしようもない瞬間があるね、うん、まあそれは若干しょうがない部分はある、まあ、崖出されてマダンテされたらいいとかもうどうしようもない。ヨナスも無理やし。そうそうそう。え、崖マダンテってどうしようもないね。あ、まあどうしようもない瞬間はあるけど、まあ、そんなに警戒すべきではない。そもそも発生が遅いというか広がるのが遅いじゃん。あ、だからもう崖捕まってたとしたらもう普通に崖離しジャンプとかで逃げれるし。ああ、こうやってそこさえしのげば。そう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 。そっかそっか。じゃああんまりか。そうだ、本当にタイミングが噛み合ってらしょうがない時もあるけど、うん、実際このこいつの復帰ってどうなのっていう、なんかコツとかある、復帰阻止の。復帰阻止のコツ、あ、まあインクリングとかならガンガンいけるよね。もう空中移動早くてふわふわしてる系とかならもう本当に追ってった方がいい。あ、やっぱ追ってった方がいいな。 そのバギ系をここで待つとかっていうよりは殴りに行った方がいい。コマンドで、そうだね、ルーラーとか出ちゃうともう絶対復帰されちゃうから。確かに確かに。ルーラーを選ぶ隙が与えないぐらいポコポコ殴りに行った方がいいんだ。深めに行けるキャラだったらね、うん、かなり。そうだね。呪文の選ぶ時間もかかるもんね、うん、一応この動画シリーズって一応なんかそのいけるキャラクターみたいな最後にちょっと何体か紹介するんですけど、うん、密着できてなおかつ復帰阻止が深めにいける、うん、まあでも復帰阻止が最悪いけなくても別に。あ、じゃあどっちかっていうと密着しやすい方が。そうだね、うん、行動させない方が大事じゃない、どっちかっていうと。やられる前にやる系の
攻めれるキャラで行った方がいいっていうのと、まあ、まあどっちかというとヨナスのできらまか最初に戻っちゃうけど、まあでも反射持ってればかなりリスクつけれるけどね。あ、ヨナスのできらまに、あ、うん、あ確かにここでそうだね、そう反応的に出すのはこれなのかこれなのか反射なのかって全然違うね。打ちたくないよねこれ、うん、もう反射されたらもう50、60ぐらい食らっちゃう。ああ、じゃあボックスじゃん。ボックスだね復帰阻止あって反射あって密着できるやつっていいの？パルテナ。おお、そう割とクエヌに何もできない勇者慣れしてないんですよ僕、うん、コマンド割と見えてない、うん、あ、はいはい、割と見えてない。どんくらいやばい？ああまあちょっとやばい、まあでもそんなに致命的ではない。即座ガードでなんとかしてるみたいな。もう言うほど、まあビギナーさえ意識しておけばもう何くら何来ても大丈夫じゃん。ああ、ぶっちゃけそうだね。まあ、そうだね。全部ビギナーより遅いから、うんうん。だからまあそれだけ頭に入れて直線上にいなければとりあえずいいやみたいな、ね、思っとけば大丈夫。こうやってもう いきなりパナされるのはしょうがないけどこれは実質パルプンテだからそうだね、相手は見るからね。そうそうそう、でもこういうことやってるとそうこうやってアストロンみたいなのが出て結構リスク高いから、ね、多分そういう勇者はそもそも勝ち上がれないから大丈夫。まあいい、わ勇者使いっぽいことを最後に残してコマンドは見るに越したことはないけど、まあそれよりも攻めることの方が大事、ね、出させない方が大事、ね。はい、ということで今回は勇者のね、うん、徹底解説。もう言い残すことないですか？まあでも技が多いからね、さすがに言い残すことあるんだ。言い残すことは、まあ、これが全てではないけどそうだね、まあ、メガンテとか何も触れてないから、ね、確かに他のキャラ対動画もこれからどんどん出していくということで、通算は特にね手持ち多いしねありがとうスマッシュログに来てくれてそういう対応じゃ、なんかなんかじゃあ単キャラ多いじゃん。単キャラ使い多くない？確かにしかも村人とかダッカントみたいにニッチなさ。確かにということで、じゃあ今回はこれで終了です。見てくださった皆様ありがとうございました。はい、バイバイ。ありがとうございました。